スーパー GT 第5戦鈴鹿1000キロ予選です。前回富士までものすごくオーバーステア悩んでたんですけど、ここへ来て多少改善方向、ただ予選一発に関しては、結構その部分もあって、9位ですね。朝から車は多少今ここ数戦の中では一番いい雰囲気、決勝ペースを考えたロングランの部分でも実は結果からさっき言うとニスモがポールを取ったんですけど、僕ニスモの後ろについてて、抜きにかかってるぐらいなので、決勝ペースに関してはそこそこいいフィーリングを持ってます。ただ予選一発っていうことに関してはちょっとわからないです。明日雨っていう方もあるので、ひょっとしたら予選だけを考えて柔らかいタイヤを入れてきてるチームもあるのかどうなのか。ただ決勝ペースは多少自信はあるんですけれども、明日の気温予想、天気予報が雨ということでどうなるかわからないですけれども、ちょっと我々のベストを尽くしたいと思います。車の方はね、徐々にちょっと良くなってる感じと、あと車とマシンのバランス、その辺も、相始めてるような気がしています。ちょっと僕乗る時間が少なかったのでそこまで確認できてないですけど、ただね、明日フリー走行もなしに、ウォームアップ走行が分かのやつが10分ぐらいなのかな、20分でいきなりスタートなので、もういきなり僕の場合レースになると思いますけれども、しっかり明日1000キロ戦いたいと思います。1000キロ終わって、ちゃんとポイントを取れるように、上位を狙えるように、表彰台に乗れるように勝てるように、頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。チャンネル11をご覧の皆さん、いつもありがとうございます。チャンネル11を見るならぜひチャンネル登録よろしくお願いします。こちらよりよろしくお願いします。チャンネル11登録してね。登録してね。